こんにちは。草津温泉メインアンバサダーの光奈美です。草津温泉にはたくさんのフォトスポットがありますが、今回は私がおすすめするフォトスポットをいくつかご案内させていただきます。の玄関口バスターミナルの前には足湯があります。旅の始まりとしてバスの移動で疲れたところをほっと足湯で休憩したり、旅の締めくくりとしてバスの待ち時間などにも温泉を最後まで楽しむことができます。それでは早速写真を撮ってみようと思います。それでは次はあちらから写真を撮ってもらいたいと思います。草津温泉の歴史のあるお寺がこの長い階段を上ると本堂がある草津山高泉寺です。約1300年と歴史は深く、日本三大温泉薬師の一つです。このお寺には湯前神堂と呼ばれる温泉を祀るお堂もあり、さすが草津温泉だなと感じます。そんな草津温泉では8月1日2日に温泉に感謝するお祭り、草津温泉感謝祭を毎年行っています。それでは行ってみましょう。温泉の女神様として草津町民から一人の女性が選ばれ、この場所に1日に降臨し、2日にここで昇天します。ではここで昇天のポーズで撮ってみます。湯畑にやってきました。ここ湯畑は町の中心に位置する草津温泉のシンボルです。草津温泉といえばこの湯畑を連想する方も多いのではないでしょうか。それでは私のおすすめ写真スポットを紹介します。湯畑の周りには自撮りスタンドが置いてあります。ぜひ活用してみてください。地面が瓦になっていておしゃれ。さまざまな絵や文字が刻んであります。草津温泉は自然に湧き出す温泉の量が日本一なんですが、見てくださいこの迫力。草津温泉の豊富な湯量を感じることができます。ここでパワーをもらうような写真を撮るのが私のおすすめです。さあここ西のカラー公園は湯畑と並んで草津温泉人気のスポットです。至る所から温泉が湧いていて、湯だまりになったり川となって流れていたり、草津温泉独特のスポットなので散策にはぴったりです。温泉や景色を利用した面白い写真がたくさん撮れます。皆さんもいろいろ探してみてください。西の河原公園は昼と夜で全く違う表情に変わります。見てください、昼とはガラッと雰囲気が変わって、夜は本当に幻想的なんです。夜はより一層素敵なのでぜひ散策してみてください。夜散策しないのはもったいないです。湯畑に上がる湯煙と光が相まってとっても綺麗です。私のお気に入りはあちら。いかがでしたか？新たな視点で新しい発見はありましたか？草津温泉にお越しの際はお気に入りの写真を撮影して、ぜひ SNS に投稿していただき私に教えてください。